for your modern lifestyle. Ottava. What's New Naxos? 月に一度の割合でお送りしていますこの番組、世界最大のカタログを誇るクラシックレベル、常にチャレンジングなレパートリーを開拓し続けているレベル、そして2007年のオッターバ開局以来の大切なパートナーでありますナクソスレーベルの新しいアルバムを中心にご紹介していきます。 What's New Naxos、毎回ナクソスジャパンの方にスタジオにお越しいただいておりまして、取れたて届きたての新しい音源を聞かせていただいています。いつものようにこの方に来ていただいております。皆様今更ながらですが新年明けましておめでとうございます。ナクソスジャパンの長戸でございます。いつもありがとうございます。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。長戸さん前回はね、近衛秀麿の、すごいベタですけど凄さをですね、もう知らないことだらけだったんですけども本当にいろいろ教えていただいて、ジャーナリストの菅野冬樹さんにじっくりと伺うことができました。年末の第九は今年は近衛で私締めさせていただきました。素晴らしいです。ありがとう。近衛読み響で今年は番組は締めさせていただいてですね、本当に2017年の最後に素敵な音楽体験ができたなと思って、What's New Naxos、ニューな音源ではなかったですけど でも本当に新しい体験ができて本当に良かったんですが、さあ、そんなですね、この番組、第3弾になります2018年最初、今回はどんなびっくりを用意していただいたんでしょうか。そうなんですよ。一生懸命ね何をかけしたら新鮮かなと思ってね、いろいろ一生懸命考えていたんですけれども、今月1月の新譜がですね1月26日にお店で、並ぶというか買えるようになります。で、いつもでしたらばナクソスレーベル、からのご紹介することを、基本的には前提にしてたんですけど、今回に関してはですねグランドピアノというレーベル、グランドピアノレーベルですね。もしかしたらそんなにリスナーの方でもまだご存知ないかも。そうですね、ナクソスのファンの方は多いんですが、グランドピアノレーベルをグランドピアノレーベルと認識してお聞きになっている方はまだそんなにいらっしゃらないかもしれません。そうですね、それは確かにそうかもしれません。まだ発足して5年くらいのレーベルなんですね。なので無理もないといえば無理もないんですが、我々としてももうちょっと皆さんに知っていただかなきゃななんて常々思っていたところで、いわゆるナクソスの姉妹レーベルという格好になって、例えばアーカイブにも、ぼちぼち入っているというような状況ですね。そうでいうことなので、今回、今一生懸命、グランドピアノレーベルをですね、表に訴求したいという強い思いを持ってるメンバーをですね、引っ張り出してきました。なるほど、ゲストということになりますね。そういうことになりますね。それでは自己紹介してください。こんにちは、ナクソスジャパンの吉田早苗です。吉田早苗さんです。よろしくお願いします。吉田さん、オターバの放送に出演するのって初めてです。初めてですか。初めてです。これは驚いた。私基本的に引きこもり体質なので、あんまり外に出ないそっと穴蔵でそういう生活するのが好きなタイプなので、今日はもう本当にドキドキしながら、ワクワクじゃないですね、ドキドキしながら、お願いが出て、座らせていただいております。普通こっそり生きてるっていう人は。そういうことで自分で言わないんですけどね。そうですか。こんなにこっそり生きているので。どうぞよろしくお願いします。じゃあこのグランドピアノレーベルについて吉田さんの方からちょっとレーベル自体のご紹介ってしていただいてもよろしいですか。この今のご紹介あったように、このグランドピアノレーベルというのはナクソスの兄弟レーベルというか合計レーベルというか、やっておりまして、とにかく知られざるピアノ作品、知られざるピアノ作品、そうです、これにスポットを当ててます。でもう、作曲家なども全然名前を知らない、私も結構いろいろと仕事上もあって聞いてる方だと、ちょっとは自負してたりするんですけれども、でも知らない人ばっかりで。だって僕は結構吉田さんにね、知らない作曲家とか知らない演奏家の名前が出てくると結構メールして聞いたりしてますもんね。よくね、吉田さんこれだ一体何者ですかみたいな。まあ基本的にね、ナクソスも知らない作曲家が多くて、まあ1ヶ月のリリースのうちの3分の2ぐらい。特に最近はね。特に最近はね、もう世界一の現代音楽レベルナクソスみたいな感じになってるんですけど、まあちょっと外れちゃいましたけど、このグランドピアノもそうで、一応発足は2012年、2012年ってことは6年前になりますね、もうね。でその時に一番最初に出たのがヨーゼフ・ラフ、ヨアヒム・ラフ、ごめんなさい、ヨーゼフじゃないです、ヨアヒム・ラフ。はいはい、これは結構話題になりましたね。でもね、そうですか。オタバでも結構ご紹介したことを覚えてますけどね。そうですか。でね、まあちょっとこれは言っていいのかわかんないですけど、最初にマスターが音が来たんですよ。でそれを聞いてみたんですね。だから何この作曲家リストみたいな感じで聞いていくんですけど、でそれを聞いて、じゃあ曲の紹介とか書こうかと思ったら、本国の方からちょっと待ってみたいな話が来て、でなぜって言ったら、なんか間違ってるとまあ何が間違ってるのか、ただ他にその比較のしようがないから間違いがわからない。わからない。で、曲違うの、でもこれやっぱりこの曲の感じはリストの弟子だからラフだよねとかと思って、それで準備してたら、結局その中の収録のマスターの時に曲順が違ったということで、本来だったら1曲目に来る10曲目かなんかに来る曲が最初に入っていたと、でそれで分からなかっただけなんですけれども、とにかくその比較のしようがないものだから、間違ってるぞって言われても何が間違ってるのか分からない分からない。そうもう最初からそんな感じで始まったレーベルです。対応がラフになりがちってやつですね。あ、ピンポン。失礼しました。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、まあいいですが、とにかくこのラフもそうですけど、もう全然聞いたことのない作曲家とか、あと曲目とかがもう目白押しというか、まあここにちょうどね、キャッチフレーズ出てますけど、これ正式なキャッチフレーズじゃないですよ。激レア作品の森。勢いでね、ピアノの森っていうのはありますけどね、激レアピアノの森っていうのは本当にもうね、もう足を踏み入れると何が出てくるかわからない。上から変なもの降ってくるわ、下から出てくるわ、もう川にはこんなのも泳いで、足元ズブズブしてくる、ズブズブね、助けてくれみたいな。本当に売る気あるんですか。はい、ということで、これじゃあ今アウトラインは伺いましたけど、具体的にはナクソスレーベルとグランドピアノレーベルっていうのは、まずピアノ作品にフォーカスしてるっていうところは間違いますよね。他にはどういうところが違いなんですか。私もね、これ違いがよくわからないぐらいに融合はしてます、おそらく。でただ、基本的にそのレーベルの主催者、これはナクソスの副社長、ナクソスのグループの副社長さんがこのグランドピアノのレーベルのオーガナイザー、主催者なんですね。で女性のアストリッドさんって方なんですけど、彼女の好きなものなのかいろいろと、あとね、ちょっと聞いたのは、また後で出てくると思うんですけれども、ゴラン・フィリペツさんという方のピアニストがいらして、その方のお話だと、やっぱり弾ける人を調達するのが難しい、楽譜もなかなかそう難しい、そもそもそんな作曲家弾いたこともないよっていう人がほとんどなわけだから、ピアニストをちゃんと、腕が良くて音楽性が高くて、かつそれこそラフならラフをちゃんと引き込んでくれる人ですね。もうラフはベトナムの方で、ラフの専門家が研究家でもある方が弾いてられるんですけども、そんな形で本当に弾いてるピアニストの方も、その作曲家の研究をしてる方、そういった方も中にはいらっしゃる。これそれで僕手元にこのカタログお持ちいただいたんですけれども、ジャケットおしゃれですよね。あ、そうです。で、このねジャケットも売りの一つで、これはねノルウェー出身の新鋭画家グロー・トルセンさんという方の、はい、基本的にその方の、ジャケット絵をジャケットに用いているんですが、まあ、最近ねちょっとラインが変わってきて、現代ものはこうモダンな、はい、写真とかを使うようになってるんですけど、基本的なラインはこの形で、この形って言っても多分見てない人は分かんないと思うんですけれどもまあ要はこのグロー・トルセンさんの、はい、まあ画家のトルセンさんが描いた絵をなりイラストなりを元にしてるってことですね。そうですね、こうちょっとねこう説明するとですね、水色が貴重なんですよ、で水色が貴重なところに美しくプロポーションの良い女性が佇んでいる、後ろ姿がねそう基本的にそういう感じで水色が貴重、水色とポップですよね。そうです。で灰色水色が貴重 でそこにこう男性がいたり女性がいたり、はい、では街並みであったり海であったり空であったりなんですけれども、やはりこう全体的にこうパーッと見ると水色グレーが貴重です。なんかね、サイトに上げて見ていただいた方が早いですね。そうですね。ちょっとなんかで見ていただければ。割とねサブカラっぽいというかね、なんならフリッパーズギターのファーストアルバムにちょっと思い出すような感じありますよね。さあそれじゃあなんかもったいぶっちゃってる感じになってきたので、一つ皆さんに聞いていただきたいんですけども、はい、グランドピアノ、ちなみに今ここに数字書いてあるけど、もうすでに130以上。あ、そうですね、カタログ出てるんですね。だいたいねこのところ毎月3タイトルずつ出てます、はい、だからここにね年に15タイトルほどって書いてあるんで、そうですねお休みを入れてもそのくらいですね、はい、15。まあね、はい、6年で130枚って言ったら結構大きなレーベルっていうか、すごい活発なリリース状況と言ってもいいと思うんですけども、そんな中からそれではですね、はい、皆さんに聞いていただきたいと思うんですが、はい何にしますか。はい、はい、じゃあ、これは最新の新譜から1枚、はい、先ほどお話が出たゴラン・フィリペツさん、はいこの方クロアチアのピアニストで、昨年も来日して川崎で友好のコンサートを開いた方なんですけど、この方の一押し、ご自身の国のクロアチアの作曲家ベルサ、はい、ブラゴイエ・ベルサ、はいはい、この方の、作品、生まれた年が1873年から、亡くなったのが1934年です。ラヴェルなんかと割と被ってますね、年代的にはね。ただ聞いていただくとノリが良い、ひたすらノリが良い。じゃあこのブラゴイエ・ベルサという作曲家の今ここに書いてある「バガテル」作品161897年の作品、ゴラン・フィリペツさんのピアノで、それではちょっと聴いてみてください。面白いこれは面白いそうすごく全部聞いちゃったっていう聞いちゃいましたね。ベルサというクロアチアの作曲家ですね。まあクロアチアっていう国は僕らあんまり馴染みのない国ですけど、実は本当にヨーロッパのもう交易のね貿易の中心にあるところで、はい、まあだからかどうかわからないけどいろんな国の影響を受けてる感じはしますね。そうですね、この人はそうなんです、はい、本当面白いんですよ。面白いですね、うん、なんかこう変わりどんどんこう山の天気みたいな感じでどんどんこうまあバガテルだから自由でいいんでしょうけども、うん、これはでも面白いし、うん、聞いて初めてわかるっていう良さがわかるっていうまあレベルなんでしょうねきっとね、うん、一言で言うと ね今さっきもあれなんですけど、これみんな世界初録音で、うん、そうだから聞き比べのしようがなくて、うん、もう初の出会いもう初めての出会いなんで、本当今もうねここで聞けただけでもラッキーだと思います本当なかなかねこれをこの地図だけ見て手に取ろうっていう気持ちにならないかもしれないっていうのがちょっと危惧してるところなんですけど、こうやって紹介していただくことでああいいじゃんと思っていただければすごい嬉しい。まあ、正直今例えば CD ストアに行ってもこういうのはあんまり視聴器に入ってないでしょうし、はい、ないですね。それからネットで買おうと思っても、うん、なかなかこう視聴っていうんですか45秒聞けるようなサービスも多分できてないような気もするから、うん、そうですね、ベルサ何それ美味しいのみたいな、うん そうですね、そういう形になると、うん そうですね、それをされてしまうかもしれないですけど、金メダル取るのみたいな感じですもんねよくわかんないもんな本当、うん、でも聞くとすごいこうねなんか、うん、おいいじゃんみたいな。そうですね、そうなんですよ。基本的に楽しいですよね音楽がすごくうん、なんかいろんなこう表情持ってるけど、うん、あと先輩たちの影響もすごく受けてるけど、はい、なんか勢いがあって、そうですね、なんかこう音楽を作る喜びにあふれてるような音楽で、うん、まあなんかこう無邪気に僕らも楽しめる感じかな、うん、はい、と思います。これはね CD の中の1曲だけなんで、また他の曲がね、うん、素晴らしいんですよ、ね、うん、クロアチアの作曲家ベルサ覚えておいていただきたいと思います、はい、今聴いていただいたのはピアノ作品全集の第1集ということになりますね。はい、はい、続いてだんだんもうとにかく次がどんどん聞きたくなってまいりましたが次はどうしましょう、はい、じゃあ次はですねサティですね。これはエリック・サティですね。エリック・サティですね、はい、なんかサティ あるじゃんとかってみんな思われるかもしれないんですけれども、うん、実はまあここのレーベルの一筋縄でいかないところがこれはね新サラベール版っていう新しいエディションを用いて全曲を録音するっていうプロジェクトの中の一つで、これは第1週はもう出ておりまして、はい、で今度第2週が、出るということで、これ例えば僕らがよく聞いてるジムノペティとか、はい、グノシエヌみたいなのもこう、はい、要は改訂というか肯定されていて、はい、やっぱり微妙に違っていたりするもんなんですか。ね、そこはね違っているとか、うん、そういったところもあったり、そこのところをこうきれいに直したりとかいろんなことをやっておられる。だからそれは本当は譜面を入手して聞くのがもしかしたら、はい、 そうですね、そういう研究したい方がね、なるほど研究してでもサティ聞いて和みたいって方も絶対いらっしゃって、うん、そちらの方にももちろんおすすめで、新サラベールエディションですね、はい、サラベール版、はい、はい、で今そのサラベール版によるサティのピアノ曲全集の録音が進んでいて、1月26日まもなくリリースされ1月26日にリリースされるのがその第2週、はい、第2週です、はい、はい、でここで星の息子っていう劇音楽じゃないですか、はい、はい、あれは、ね、基本的に全曲っていうのはこうないものですよね、うん、だからそこら辺のところをこう研究してこれが一応全曲みたいな形になってると。そうなんです。どうやらこういう全曲版になっていたんじゃないかなと、はいはいはい、でそれが今1枚きちんとパッと入ってるんですけど、今日はとりあえずその中から第2幕の前奏曲で、はい、これが一応日本のその、まあ、今、出てる役だと扇伝授扇伝授どこの北東神拳だみたいな感じなんですけど扇を伝授するわけですね。伝授します。星の息子ですからね。星の息子ですからね。タイトルですね。はいはい、やっぱし7つ集める8ですね。誤解を招くようなことはね冗談だと分かるように言いましたけどそうですね、はいはい、でそれをちょっと聞いていただきます、ね、はい、じゃあ先にちょっと聞いてみましょうね、はい、ではエリック・サティのピアノ曲全集、はい、第2集新サラベール版に基づく演奏ですね、劇不随音楽星の息子第2幕への前奏曲「奥義伝授」聴いてみましょう。この最後のカチャっていうのでお気づきの方も多いと思いますが、これは歴史的なピアノで録音されている。あ、そうなんです、ね。はい、もう最初にこう音聞いた時に、ね、あれって思った方結構多いんじゃないかなと思うんですけれども、はい、これは1881年に作られた、はい、歴史的エラール、ピアノメーカーの、はい、でなんと小島ワグナーさんが持ってた、小島が持っていたエラールで録音されていると。そうです。なんかひなびた音。そうですね。なんか雰囲気のある。すごくいい感じだったな。曲調と音とぴったり合ってる感じが素晴らしい。そうですね。多分サティの時代こういうピアノだったはずですからね、みんな。今みたいにこう豪快でこうブリリアントな音はなかったわけで、世の中には。すごくサティの音楽がこう当時のモダンなものだったっていうのがよくわかる感じの演奏でしたよね。結局ここのレーベルの特徴で楽器にもこだわる、はい、その当時の楽器にこだわるっていうのがあって、はい、でもう CD のそのブックレットには必ず使用楽器っていうのも書いてあって、何年生とかだから普通のピアノグランドピアノ使ってる普通のピアノ使ってる場合はいいんですけど、ちょっと歴史的なものになると、もう楽器の説明がガーッと書いてあって、そうです。でこのピアノはこの何年生の何年のやつの復元モデルだとかねそういうことがもうすごい細やかにかなりマニアックな、そうなんです、はい、本当もうマニアもびっくりみたいなところですね、はい、なるほどね、いいですね、このサティ全集ね、楽しみですね、今後がね、そうなんです、はい、本当たくさんあるんでね、楽しみです。今ね演奏聴きながらちょっとクレジット見てたんですが、はい、この演奏されてるニコラス・ホルバートさん、はい、オッターバでもよくリクエストをもらうフィリップ・グラス の、はい、ピアノ曲全集というか例えばサウンド・オブ・サイレンス の、 ピアノ版とか、はい、ああいうの録音されてますよね、グランドピアノでね。これはね、おそらくオッターバのリスナーの人はかなり耳をそば立ててお聞きになってる、はい、グラスの全集も進んでいるんですが、そのニコラス・ホルバートさんがこのサティも今進めておられるということですね。ただグラスの時とはね全然こうやっぱり違いますね。この人もやっぱり研究普及にすごくね力を入れてる方ですもんね。いろんな現代の作曲家と協力しているのイベントやったりということをしてるみたいですね。宮田守さんとか、はい、ヤン・ラーツとか、ね、なるほどね。はい、なるほど。さあ、激レアの森グランドピアノレーベルからでは今日最後3曲目ですが、はい、続いては、はい、今ちょっと楽器の話で、はい、盛り上がったところなんですけれども、次の、コジェルフ レオポルド・コジェルフという人なんですけれども、はい、ベートーベンよりちょっと早い世代の人ですね。1747年に生まれ、1818年、はい、でちょうど活躍した時期が18世紀から19世紀にかけてだったので、ちょうど楽器がね、ピアノという楽器がすごい発展してた時期じゃないですか。でその頃に合わせて曲を書いていて、はい、でもうソナタが本当にこうすごいたくさんですよ。50曲ぐらいかな、はい、であって、でグランドピアノレーベルなので、そのソナタを全部録音するということになって、今ね1月のこの新譜が第11週なんです。第11週まで来てるわけですね。もうそんなにやってたそんなに来てるんだやってた。で第12週第13週そのくらいで終わりになると間もなく要は完結ってことなんですね。そうですね。大体50曲で1枚に4曲3曲4曲入るんで、そのくらいかなと思ってやってますが、これもさっきちょっと申し上げた通り、楽器のこだわりがすごい、で、はい、今回聴いていただくのは、ピアノソナタの第44番他ハイドンぐらいしか思い浮かばないなこういう、ね、タイトルがあるっていうのは、はい、で、使ってるピアノが1815年頃に作られた、はい、ヨハン・フリッツさんという人が作ったピアノ、フォルテピアノですね、はい、ピアノとは違います。音も聴いていただければ分かりますが、でこれはそのオリジナルの楽器を使ってそのまま、はい、演奏をしています、はい、で、この演奏されているケンプ・イングリッシュさんという方はやはりコジェルフの研究家で、はい、ブックレットも全部この方が書いてます、はい、でこの頃にはコジェルフはこういうことをしててこういう曲を書いたと、うん、両ことを細やかに書いておられます。ただやっぱり曲がベートーベン、ハイドン、そこら辺にどのようにこう影響を与えたかとか、はい、そういうところにまで言及しておられて、はい、今日聴いていただく曲は、はい、フォルテピアノじゃなくてハープシコードで弾いてる曲ですね。なるほど。要はフォルテピアノで弾いてるソナタもあるし、うん、ハープシコードで弾いてるソナタもあるということですね。これも当然ものすごく古いハープシコード使ってるわけですよね、はい、こだわってるわけですから、こちらはね、書かれた年代がやっぱり第44番と言いながら最初の頃のものは後にくっつけちゃってるので、はい、で、ハープシコードが1785年のトーマス・クリフォードが作ったハープシコードモーツァルト生きてたじゃないこの頃まだその頃作られたオリジナルのハープシコードを使って、はい、この、コジェルフの研究者でもあられる、はい、ケンプ・イングリッシュさんが演奏しているということで、はい、それではすごいな、1785年に作られた楽器の音を聴けるなんてなかなかないと思うんですけども、じゃあ聴いてみましょう、はい、はい、レオポルド・コジェルフという作曲家です。ピアノソナタ全集第11集の中からソナタ第44番ヘ長調第一楽章をそれでは途中まで聴いてみましょう。最後まで聞いちゃいました。面白いですね。まず真っ先に思ったのは、このハープシコードの音が普段僕らが聞き慣れてるハープシコードの音と全然違うこと、なんかこうロックのベースみたいな感じで低音の鳴りものすごいですね。そうですね、もうグルービーぐらいのね、すごいですね、はい、やっぱりこうハープシコードからフォルテピアノに移行するちょうど中間ぐらいだから、こういう要はワイルドなハープシコードもどんどん世の中にあったってことなんでしょうね、きっとね。それでこうパーカッシブな曲をみんな書いてたんでしょうね、きっとね。でもう本当このコジェルフって存命中はモーツァルトなんかよりも全然評価の高い人で、はい、ね、ありますよね、この、なんだ、宮廷でお給料がすごく良かった。今ここにちょうどね資料ありますけど、モーツァルトの後任としてウィーンの宮廷音楽長になって、モーツァルトの倍以上のギャラをもらっていたっていうってことはね、やっぱり評価高かったし、人気もあったということなんですよね。はい、ということで、これはね、結構この楽器で当時のイメージをしながら聴くと楽しいなっていう感じですよね。本当ね、いや、ありがとうございました。さあ、もうそろそろ時間になってきたんですが、他に一緒に聴くのは今日ここまでですけど、グランドピアノで吉田さんがおすすめ、はい、心のおすすめでもいいんですけど、林田さんがシルベストロフをすごく強く推してくださって、はい、シルベストロフはおかげさまで、はい、林田さんももちろんそうだし、オッターバでは割とまんべんなくグランドピアノの音源かけさせてもらってますね。もうシルベストロフはそこに座って聴けんぐらいのおすすめなんですけれども、あとさっきおっしゃってたようにグラスですね、フィリップグラスね、はい、であとね、他にもすんごくたくさんあるんですけれども、ちょっと1曲だけとおっしゃるんでしたらかけることはできないんですけれども、シュロホフ、エルヴィン・シュロホフっていう作曲家がいまして、はい、知らないなシュロホフ、シュロホフ、はい、でこの人が書いた5つのビトレスクっていう曲があるんですね。その中の、第3曲目っていうのが劇おすすめで、劇おすすめ、ちょっとここは謎を残したままにしておきますけれども、なるほど、はいはい、もうこれはまた何かの機会にご紹介できたらと。はいはい、激辛好きはじゃなくて激レア好きはですねぜひチェックしていただければ、またね、何かの機会でご紹介いただきたいと思います。はい、ということで今日はグランドピアノレーベル、ご紹介いただきましたが、この番組恒例にもうなりつつありますね、素敵なお知らせ、はい、よろしくお願いします。意外なことに素敵、そんなことないですけど、いつも通りなんですけどね。ただグランドピアノのレーベルに関してはちょっとね、はい、お値段がいつものナクソスとは少し違うんですよね、はい、で通常これ輸入版なものですから定価っていうものが存在しないんですけれども、大方2500円ぐらい、大方2500円ぐらいが定価で、はい、定価っていうか販売価格としてね、2500円のものが多いと。はい、で今回ここで、本日ご紹介した3アルバム3つの、はい、に関してはこれはいつも通りの、楽天の中のナクソスミュージックストア、この中で税込み2000円で、ご購入いただけると。かなり思い切りましたね新譜ですからね、はい、新譜ですもんね新譜ですもんね、かなり思い切ったお値段設定ですね。頑張りを認めていただけると嬉しいんですが、もうこの番組をお聞きの皆さんだけが知っている情報ですんでね、はい、通常一般的には2500円ぐらいで販売されている、今日聞いていただいたベルサ、サティ、それからコジェルフ、はい、3枚の新譜が新譜なのにいきなり2000円でご購入いただけますのでそうですね、はい、はい、あと今回せっかくですのでこれこの番組聞いてね、はい、楽天のナクソスのストアでお買い上げいただいたお客様にはグランドピアノレーベルのカタログっていうのがこれがね結構いいのよ皆さん、はいはい、全部一曲一曲ね解説も入っててね、はい、130これ吉田さん書いたんですか、老作ですねそう泣かないでくださいよさぞかし大変だったんだろうなってもうどういう作曲家なのかとかどんな音楽なのかっていうのがもうすぐ分かりますんで、まずこれで手に取られたら開いてすぐの作曲家名のインデックスページをご覧になっていただきたいんですよ、はい、さて皆さんどれだけご存知ですかこれ噛まずに言えますかそうそうそう本当に噛まずに、ベートーベンなら言える俺だったら負けねえぞっていうところも含めて、あとはさっきご紹介してたアートワークですよね、そうですね、も含めてご覧いただければこれ全ページカラーになってますので、今回じゃあこの3点のうちから CD ご購入の方2000円でご購入の方に漏れなくこのカタログを同封して、はい送っていただきますので、ぜひお楽しみいただければなというふうに思います。はい、ということで、今日はグランドピアノレーベルのこう奥深き迷宮一緒に聞いてまいりましたが、あと何か言い残したことないですか？はい、あとね、全くちょっと別のお話になっちゃうんですけれども、はい、今月末にですね、うん、ちょっとしたお知らせ、僕ちょっとしたというか僕らにとってはとても大きいお知らせのつもりなんですけれど、はい、をする予定でいます。ちょっとなんていうかな、まあ言っちゃうとレコーディングしにちょっと行ってきます私。なるほど、はいはい、で、そのレコーディング入ったタイミングでなんかこう SNS なんかでも、はい、発信しようかなと思ってますので、はい、ぜひぜひこちらも皆さん楽しみに。これは日本人の演奏か、そういうことになります。あ、そうですか、はい、それではまたじゃあナクソスの SNS などでチェックしていただきたいと思います。はい、はい、激推し激推しですね吉田さんは？あ、私はじゃあ、またナクソスの他の新譜もはい、Facebook などでご紹介をどんどんしていきますので、はい、もう珍しい激レアの森、すべての激レアの森に足をズブズブと踏み入れていただいて、もうそのまま抜けられなくなってっていうところを望んでおりますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、クラシック音楽の激レアの森ナクソス、そしてもちろんグランドピアノの魅力、これからも一緒に探訪してまいりましょう。戻ってこれるかどうかわからないよということで、はい、What's New Naxos でした。長戸さん、吉田さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。次回もどうぞお楽しみに。 A new style of lifestyle Ottava